県警によりますと、今月6日から昨日まで行われた春の交通安全運動期間中の県内の交通事故は13件で、去年より7件減りました。このうち65歳以上の高齢者が絡む事故は7件で、去年より2件減っています。死亡事故は1件です。今月12日に高知市大津で男性が車にはねられ亡くなりました。県警は重点目標で掲げられている歩行者優先の意識の徹底を呼びかけています。